今月末で解散するスマップが大晦日の NHK 紅白歌合戦出場を辞退したことが22日、分かった。1月の解散騒動以降、メンバーはグループ活動に前向きになれない状態が続いていた。先月末発表の出場者リストに入っていなかったが、ミハクは粘り強く交渉を続けると明言。ファンの間ではサプライズ出演を期待する声も上がっていた。26日のフジテレビ系、スマップ×スマップ、最終回に生出演しないことも決定。今後、スマップ5人が揃う機会は事実上消滅した。関係者によると最近になって、スマップが所属するジャニーズ事務所が NHK に対し、メンバーの意思を尊重する形で、出場辞退を正式に申し入れたという。11月24日に発表された出場者の中にスマップの名前はなかった。しかし担当プロデューサーは、最後の最後までお願いしたいと思ってます。具体的な交渉期限は決めていません、と熱烈なラブコールを送り、ギリギリまで吉報を待つ異例の状況になった。ファンの間でもサプライズ出場を期待する声が上がっていた。今年1月に解散騒動が表面化した。メンバー5人は、スマップ×スマップ、生放送でファンに謝罪し、グループ存続を表明。騒動は一旦収束したかに見えたが、8月になって都市内で解散すると発表した。12月31日をもって解散としたことから、紅白歌合戦が最後のステージになるのでは、などと言われた。NHK も秋からジャニーズ事務所と出場交渉を重ねた。関係者を通じてメンバーにもその熱意は伝えられた。しかしメンバーは、5人揃っての活動に前向きな姿勢を示さなかった。ファンイベントなど25周年プロジェクトのプランを提案されても消極的で、ジャニー北川社長、85が個別面談や全員面談に乗り出す異例の事態に発展。ジャニー氏が、出演依頼があれば、紅白には出よう、と説得したこともあった。所属事務所スタッフは、紅白についてもメンバーと話し合ってきたが、5人の気持ちが動くことはなかった。スマップ×スマップ、最終回もフジテレビが生出演を熱望したが、所属事務所が断った。紅白自体が決まり、5人揃って歌う姿が見られるのは、スマップ×スマップ、最終回で放送予定の、世界に一つだけの花、が最後となる。今月1日に行った収録では歌い終えた瞬間、中居はスタッフに背中を向けて号泣。他のメンバーも涙をこらえていた。5人派スマップとしての最後の歌唱と決めていたようだ。26日の最終回生出演がなくなり、紅白自体も決まったことで、5人が顔を揃える機会は消滅した。タモリ、71、をゲストに迎え、今月8日に行った同番組収録が5人で行った最後の仕事となった。関係者によると、最後の挨拶、の収録は行われていない。期待のアイドルグループは、5人揃ってファンに別れを告げることなく解散の時を迎えようとしている。